続いてはスポーツです。先週ロアッソ熊本が開幕に向け始動しました。小野新監督を迎えたロアッソ、今季は元代表の牧選手ら12人が新加入。若い選手の加入で平均年齢が3歳下がって25歳となり若返っています。昨シーズンの19位からどれだけ巻き返せるのか、新戦力が加わったチームはどう機能していくのか、水俣市で行われたキャンプを取材しました。 OK、 元気よく行きましょう。3泊4日の日程で行われたキャンプ、日本代表の元コーチ小野監督のもとチームが動き始めました。小野監督の方針は、選手たちが自分で考えながら自信を持てる形を作っていくこと。今年もロアッソの課題は攻撃力の強化です。キャンプではディフェンスの隙を突く練習を何度も繰り返します。昨シーズンの得点は40、 J2 ワースト3位でした。得点を20点増やす、今シーズン監督が掲げた目標です。どこをこう見ながらボールを動かしていくかっていうようなことをやってましたんで、かなり基本的なことなんですけどね。選手同士のコミュニケーション、それとチームとしてのスピリットをこう築いていく、チームとしてのこう方向性をつけ作っていく。得点力アップに向けた期待の新戦力が、元日本代表のフォワード、プロ11年目のベテラン牧誠一郎選手です。大津高校出身で地元でのプレーを選びました。高さを生かしたプレーでの得点だけでなく、チームの精神的な柱になることにも期待が持たれます。僕自身のゴールも非常に大事だなと思ってますけれども、やっぱそれ以上にチームとしてどういう形で点を取っていくかっていう自分たちの形っていうのを見つけていかなければいけないなと。若い選手が多いんで、精神的な部分であったり、そのプロとしてのやっぱ立ち振る舞い方であったり、そういう部分ではやっぱり僕はね、あんま長い間経験してきたことっていうのは出せるかなと。純粋に選手として前線で頑張れる選手だというふうに思ってますしね。あとトレーニングに取り組む姿勢、そういったものもね、非常にいいものをチームにもたらしてくれるんじゃないかなという期待を持ってます。ここにいる戦力でどれだけ点取っていくかっていうことが本当に大事なんでね、そこに彼の存在っていうのはいい形でこう融合してくれるといいなと思ってます。ベテランに加え若手にも飛躍が期待される選手が、21歳の中間隼人選手です。昨シーズン40試合に出場し6得点を挙げました。運動量や思い切りの良さが売りの中間選手、牧選手との連携で新しい攻撃の形を作ることを目指します。まあ、やっぱり牧選手はその高さを生かしたプレーだったり、そのポストプレーっていうのがすごい収まると思うので、まあ、自分はそこの入った次のプレーっていうのはすごい意識してて、まあ、牧選手に入って動き出しをしたり、まあ、そのセカンドストライカーっていうポジションになると思うんですけど、まあ、そこはすごい意識してます。今のサッカー運動量はすごい大事だと思っているので、まあ、自分のできる限りの力をグラウンドで出せればいいかなっていうのは思います。まずはね、ここにいる選手たちのいいところ、それぞれのいいところっていうのをまず自分がしっかりと見てあげることが大事かなというふうに思ってます。その中で本当に一人一人の良さが融合されて、自分たちの形っていうのをどこまで作っていくか、それが大きな勝負だというふうに思ってます。うん、牧選手をはじめとする新戦力とこれまでのメンバーの新しい化学反応は楽しみですね。はい、さあ得点力アップが期待される一方で、昨シーズンまでキーパーを務めた南選手が抜けた穴をどうするかなど、ディフェンス面の強化も課題となっています。戦力を立て直し、今シーズンこそ上位進出が求められるロアッソ、このキャンプを糧に自分たちのサッカーを作り上げていってほしいですね。そうですね。来月には練習試合が始まりますが、3月2日の開幕までチームの成長に期待しましょう。スポーツでした。さあ続いてはロアッソ情報です。
チームは先週の金曜日から水俣市でキャンプを行っています。牧選手のサプライズ加入もあり、ファンも大盛り上がりです。新加入選手12人が加わった新たなチームで、今日の午前中まで行われたこのキャンプは、選手同士の絆やチームの方向性を決める大事なもの。小野監督もメンタル面、チーム作りにおいて貴重なキャンプにしたいと、自らもプレーして練習を説明するなど、本格的な指導もスタートさせています。そしてキャンプには、先週サプライズ加入が発表された宇城市出身で元日本代表の牧誠一郎選手の姿も。チームに合流してわずか2日目でキャンプ入りしたにもかかわらず、終始積極的に体を動かし存在をアピールしていました。さあ、このキャンプなんですが、コバさんも週末同行してイベントの MC などをされたそうですね、はい、盛り上がりどうでしたか？もうものすごく水俣の皆さんが集まってくれて、あとサッカー少年たちもいっぱい来てくれてですね、もう大体200名以上の方が来ていただいてですね、はい、やっぱりじゃあ例年以上の盛り上がりっていうのは感じますか？そうです、はい、本当にグラウンドのですね、芝の手入れもものすごくしていただいてやって、選手たちも大満足なキャンプだったんじゃないかなと思います。充実したキャンプを過ごせたようですね、はいはい、さあ、そしてサッカーを通じて水俣の子どもたちとの交流なども昨日は行われ、その時の写真がこちらです。これものすごい数の子どもたちがいましたね、はい、これが僕いるの分かります？どこにいるんですか、小野さん？これいないんですよ、私。いないんです。すごい探そうと思って今一瞬、小野監督の名前はありますけどね、はい、小野監督いらっしゃいますけども、そうなんです。私この横の方で3-2-1って言ってました。カウントダウンしてたんですね。この時にはですね、ダゴ汁の振る舞いですとか、はい、くまモンなどもね、駆けつけて盛り上がったそうですよ、はい、さあ、そしてこの盛り上がりの要因となっているのが牧選手の加入でもあります、牧選手の地元宇城市を取材しました。宇城市で牧選手が代表を務めるフットサルスクールカベッサ熊本、3歳から中学生までのおよそ300人が日々技術を磨いています。ここで学ぶ子どもたちからも喜びの声が。憧れだったんで、もうそれでロアソに入るってもういいなって、もう一回でもいいからも見に行きたいって感じました。日本代表は北島とか藤本とかいるけど、あんまり活躍できなかったので、その倍以上活躍してほしいです。柳沢、玉田、牧。2006年のワールドカップ、ジーコジャパン最大のサプライズとして、メンバー発表で最後に名前を呼ばれたのが牧選手でした。どんな時も最後まで諦めずボールを追い続け、怪我を恐れず体を張る、泥臭くがむしゃらなプレーを武器に、代表では通算8ゴールを挙げるなど、世界の舞台で活躍してきました。その功績はスクール内にも、子どもたちの指標になっています。そしてスクールの運営に携わる牧選手のお父さんにも移籍について話を伺いました。熊本で、育って、で、代表までなって、ワールドカップまでその出場することができましたんで、まあ、熊本の子どもたちにもやはり、そういったですね、夢をこう持ってもらいたいと。昨シーズンは同じ J2 の東京ヴェルディでプレーしていた牧選手、ロアッソへももう一度選手としての価値を高めるために来たと強い決意で臨んでいます。年齢的にはですね、もうちょっと30を過ぎてますけども、まだまだ自分ではやれるという気持ちを持って今回ロアッソに入ってきてますので、どん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 ですね、活躍をして、でロアッソが J1 に上がれるようなですね、闘志あふれるプレーを、また諦めないプレーを期待してます。牧選手、ロアッソでたくさん点を決めてください。牧選手、頑張れ。本当にね、地元に帰ってきてロアッソでプレーをしてくれるっていうのも本当になってたんで、そうですよね、楽しみですね。そうですね、僕も初練習を取材に行ったんですけれども、やっぱり早速牧選手を見に来ましたっていうね、ファンの方の声もね、聞けましたよ。はい、さあ、小葉さん、はい、牧選手、地元熊本の子どもたちのためにもいいプレー見せてほしいですね。いや、本当そうですね。もうサッカー以外の生活面、ものすごく真面目な選手で、サッカーに対してもう一本シュッとこう取ってますから、そういうのを見てね、子どもたちが目標に
する選手にもっともっとなってほしいなと思いますね。はい、僕らからするとこう、ね、代表の時に活躍していた姿というのが、ね、印象はあるんですけれども、はい、小馬さんから見た牧選手の印象というのはプレイヤーとしてどうですか？もう本当にサッカー大好きな選手だなと、サッカーのことしか頭にないんじゃないかなぐらいサッカーのことを考えてますね。なるほど。その牧選手の活躍がですね、あの今季新たなロアッソのスローガンにもなりました絆マイホームタウン180万馬力。これ日本一地域に根ざしたチーム作りというところにもやっぱりつながってきますよね。はい、本当そうですね。やはり熊本の皆さんに支えられているチームなので、もっともっと熊本の皆さんにロアッソ熊本を知っていただいて支えていただける、そういうことがこうスローガンに入ってますね。そうですね、はい、この力をもっともっと大きくして、またね今シーズンの開幕というのもね非常に楽しみにしたいと思います。さあ今日キャンプを終えたロアッソなんですが、明日はオフで明後日から県民運動公園での練習をスタートさせます。以上、くまパワースポーツでした。